こんばんは、ミネラルウォーター大全伊藤です。今日は滑らか艶やかしっとり天然水、こちらを紹介したいと思います。じゃあ早速ラベルを一周してみましょう。ですね、まあこれは後でですね言いますけども、採水地が熊本県なので、まあ今ですね非常にこう勢いのあるゆるキャラのくまモンがドーンとですねラベルにこう書かれていますね。これ実はもう手に入れるのが3回目ぐらいなんですけども、現地に行って手に入れたりもしてるんですけども、ラベルがこのくまモンバージョンに変わって、以前よりもですねなんとなくこう目立つ感じになりました。採水地が熊本県東区、小山町ですね。販売者が株式会社サンコーですね。他には、硬度が78、pH が 7.1 ですね。非常に飲みやすかったです。口当たりもですね、滑らかで、舌触りも良くて、後味も軽い、とても飲みやすい水でした。誰が飲んでもですね、嫌いとは言わないと思いますので、どっかでですね、見かけることがありましたら、手に取ってですね、飲んでみてください。2012年、モンドセレクション最高金賞受賞って書いてますね。最近ですね、モンドセレクションの受賞製品というのが非常に多くなってまして、特に日本製品は多いんですね。ですから、もう価値なんかないじゃんと思ってる方もいるかもしれませんけども、最高金賞とか金賞なんていうものはですね、ダメなものは取れませんから、一定の判断基準になるとは私は思っています。まあこれ最高金賞取ったからもう本当にかけねえなしに、もう何にもこう条件なしに、いいもんだとは思いませんけども、一定の基準はクリアしている製品なんだなということをですね認識するための賞だと私は認識しています。そんな感じですね。まあ自治体の水とか、まあ食品飲料に限らずですね、まあこういう賞を取るっていうことに対してですね、どれだけの価値があるかっていうのは私はちょっと疑問なんですけども、ただ、まあ、他にですねいろいろこうアピールポイントが乏しいとかですね、まあちょっとここに書きたい、なんかスペースを作って書きたいっていう場合にはですねいいのかななんとも思いますね。ただこれ結構お金がかかったりするんですよね。ですからある程度余裕があるか、もう本気で取りに行く企業ぐらいしか、取ることができないっていうこともですね皆さん覚えておくといいと思います。こんな感じですかね。私熊本市は何回か2回ぐらい行ったことがあるんですけども、ちゃんと水のところをですね回ったことがありません。ですからいつかですね熊本県をぐるぐる回りつつですね水のところばっかりをこう楽しんでいきたいななんて思っています。あとですねもう一つ言いたいのはですね、こういうくまモンみたいなキャラクターに頼るってことはですね、まあ、ある意味、売りやすさはあると思うんですけども、将来的にどうなるかっていうのはですねちょっと不安なんじゃないかなと思います。宮崎県知事が東国原氏だった時にですね、東国原氏のイラストがついたミネラルウォーターというのも、ミネラルウォーターに限りませんけども、ミネラルウォーターがですね出たんですね。それ東国原氏が宮崎県知事を辞しまして、去ってからもう非常にこう売り上げが落ちています。もう宮崎県とは何だったのかぐらいですね、東国原秀夫というですね宮崎県知事だった人のキャラクターが強かったから、まあいろいろ売れた、まあそれだけじゃない魅力もある、もちろん製品としての魅力もあるんでしょうけども、そういうことも言えなくはないわけです。ですからくまモンというものがですね、まあ飽きられたり、まあギュルキャラ自体のブームが去った時にどうなるかっていうのがですねちょっと想像すると怖いんですけども、皆さん熊本が好きで買ったんじゃなくて、くまモンが好きで買ったんであれば、これ後々どうなるかっていうのはですね、まあ、想像つくんじゃないかなと思います。まあみんな売る側がですねどのように考えて売ってるのかちょっとわからないんですけども、私はそういうところにちょっと危険性があると思いますね。全部くまモンに頼るっていうんじゃなくてですね、やっぱりこの水自体、その地域自体の良さっていうのをどんどんアピールしていかないと、後でちょっと困るんじゃないかなと。私は熊本県まで行ってちゃんと手に入れたりして、その熊本の魅力も分かってるつもりなので、今後も別にくまモンがここのラベルに入らなくてもですね買いますけども、まあ皆さんそういう水が本当に好きで、地域のことも分かってるっていう方はですねなかなかこういないとは思いますので、まあ、今後のことも考えていろいろ商品展開をしていったのがいいんじゃないかなと
まあ余計なお世話ですけども考えたりもしています。そんなくだらないことをちょっと述べましたけども、熊本ファンも熊本県ファンもですね、ミネラルウォーターファンもですね、ぜひ手に取って、この製品飲んでみてもらえると私も嬉しいです。よろしくお願いします。